はヒーロー、その存在に。印鑑合宿スタート。僕は個性を、その使い方をもらってここまで来た。ここからは僕の頑張り次第だ。レッツストーリー。そしていよいよ始まった林間合宿。情報管理を徹底した上で万全の体制で林間合宿に臨んだのだった。そこで僕は泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時先生を含め僕らは誰一人気づいていなかったんだ。これから起こる雄英高校史上最大の脅威に。光太くん、どこ行っちゃったんだ。この秘密基地のどこかだとは思うんだけど。なんでヴィランがいるんだ。光太くん、ヴィランが現れた。万全を期したはずなのに、助けなきゃ光太くんを。やるしかないんだ、僕が。レッツストーリー。ヴィランたちが僕らを襲ってきたその時、光太くんは秘密基地にいた。そこで彼が会ったのは偶然にも両親を殺した男、マスキュラー。指名手配の写真や片目が義眼になっていることで光太くんもそれに気づいていた。僕は襲いかかるマスキュラーから間一髪で光太くんを助けることに成功した。この秘密基地は僕しか知らない以上、応援も来ない。でも、お前は知ってるぞ、雄英のガキだな。大丈夫だよ、光太くん。やるしかないんだ。一人で必ず助けるから。レディークラッシュ。そこで行く。緑屋ってやつだろお前。ちょうどいい、お前は率先して殺しとけって私だ。じっくり炒めてやったら強みだろ。あ、いけねえ。そうそう、言ってたら教えてくれよ。爆豪ってガキはどこに。一応仕事はしなくちゃよ。ガッチャン、
んで。は知らないって。いいな、よし、じゃあ遊ぼう。行け、直接なんてね。この勢いで、なんてね。届け、そこだ。ジャック、なんてね。届け、そこだ。この勢いで、まだだ。いける、絶対叩く。なんてね、届け。まだだ。なんてね、届け。なんてね。最高じゃねえか。緑屋ってやつだろ、お前。ちょうどいい。お前は率先して殺しとけってことしな。じっくり痛ぶってやったら血を見せろ。あ、いけねえ。そうそう、知ってたら教えてくれよ。爆豪ってガキはどこに。一応仕事はしなくちゃよ。なんてね、なんてね。敵は勝った。なんで。答えは知らないっていいか。いいな、よし、じゃあ遊ぼう。そこだ。戦うしかないのなら、こんな。なんてね。痛むって聞かれてる。この勢いで届け。この勢いで後悔はしてねえ。やるしかないんだ。